池の棒型花切りバサミの、動派と正派について説明いたします。まずこのようにハサミを持ちます。このように動かします。動いている方が動派で、止まっている方が正派になります。これをひっくり返してみます。このようになります。親指と中指の手がこのように動かします。このようになります。このようになります。動いている方が動派で、切り刃になります。止まっている方が正派で、受け刃になります。このようになります。このように動かします。こちらが表側です。ボルトの頭側が表になります。花切りバサミの研ぐ順番について説明いたします。一番最初に、ハサミの錆を落とす時にシャープ800番を使います。これがシャープ800番です。そしてこのように錆を全体的に落としていきます。そして刃の状態がどうなのか、順番にこのようにきれいに錆を落とします。それが、シャープ800番です。シャープ800番は、池の棒型花切りバサミの研ぐ順番について説明いたします。まずこのようにボルトの頭の側を表にして、こういうふうに動かします。まず1番目です。これをこうひっくり返します。動派の、切り刃の方ですけども、このように開いて、この部分が一番目に研ぎます。シャープ1000番をこのように研ぎます。シャープ1000番です。次に2番目、2番目このように研ぎます。